お、中井さん、それエラシコってやつですよね。これエラシコ。それ実戦で使えるんですか。実戦で、はい、上手い選手は使えると思うんだけど、はいはいはい、俺の場合はそんなにこの横幅出せないから、はい、あんまり相手が引っかからないから、うんうんうん、もっとこれぐらい大きく、そう、大きくできる人は相手がこうやって引っかかってくれると思うから、うん、なるほど、そう、使えると思うけど。コツとかあるんですか、大きく出すコツというか。足の親指からちょっと下ぐらい、はい、それこそリフティングを回転かけてするような足の指の付け根、はい、ぐらいで外持ってって、はい、で親指の内側だよね、はいはい、で出すって感じかな。内側にする。そう、でもこれを、まあ、流れの中でやらなきゃいけないから、まあ、止まってでもいいけど。あ、そっか、試合中は。なるほど、確かに。どれだけこっち側にいけるか、はい、あ、なるほど。で、こう、あーみたいな。そうそうそう、